トビー・フォックスはアメリカ合衆国の作曲家、ゲームクリエイター、別名ラディエーション、ウェブコミック、ホームスタックへの音楽提供、2015年のコンピュータゲーム、アンダーテールの開発で知られる。高校3年生の時にアンドリュー・フッシエのウェブコミック、ホームスタックに音楽を提供し始めた。フッシエが2009年4月に、 音楽チームを立ち上げて参加ミュージシャンを募集した当初はフォックスは加わるつもりはなかった。しかし当時フォックスは MS Paint Adventures のフォーラムでウェブコミック音楽のピアノカバーをアップロードしておりこれにフッシエが目をつけ参加するきっかけとなった。自身が2015年に開発を手掛けたコンピューター RPG アンダーテイルは100万本以上を売り上げた。 またこの作品を作るにあたり、日本のゲームを参考にしていて、特にマザーシリーズや東方プロジェクトから大きな影響を受けたと語っている。FOX は一部のアートワークを除けば、ゲーム全編を単独で開発した。実際のところ、アンダーテールを手掛けるまでゲーム開発の経験が浅く、子供の頃に RPG2 クール2000を兄弟とプレイして、 RPG を作ったり、高校時代に、マザーにギングの逆襲のロム、ハックを作ったりしていた程度だった。後に、フォーブスが選ぶ30歳未満の30人の一人に、選ばれた。メディアに出演するときはマスクで顔を隠しているが、所属しているマザーのファングループのイベントでは、素顔で活動しており、映像などで姿を確認できる。マザーシリーズの原作者である、とは、 面識があり、アメリカで発売されていない、マザーさんを特に好きだと語って、糸井を驚かせている。少しではあるが日本語を話すことができる。開発作品楽曲提供作品。ありがとうございます。